青山港投手です。ご無沙汰しております。お疲れ様です。今シーズンもよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずオフどのように過ごされましたか？ま、昨年はウィンターリーグに行かせていただいて、まあ、そこでいろこう。海外で経験ができて。まあ、それを踏まえて、1月はあの dna ベイスターズの山崎、あささんに弟子入りをして一緒にやらせていただきました。 まずそのウィンターリーグの台湾でのお話なんですけども、なんかやっぱり日本とはね、やっぱやっぱ,やっぱ野球の違いっていうのは感じたりしたんですかあっちの選手たちは、まっすぐにどん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 こう強く振ってくるので、しっかりこう試すことができたので、そこはは良かかったたと思いますす得たものは何ですか初めてプロに入ってから先発も台湾でしたので、5イニング投げて、そこで。 自分の疲労というか大学時代と全然違うなっていうそれを知れたっていうのが一番の収穫かなっていうのを思いますそして野球の方ではしっかりと大学の先輩山崎投手と山崎投手はどんなことを得たんですか、はい、そんなにウエイトとかをするような感じでもなく体幹とか自分も体がすごく硬いので股関節の可動域だったりとか。 そういうのを一番に大事にされているのでトレーナーさんもいてしっかり自分の課題にも合っていたので土台作りというか2月になればもうどんどん投げ始めるのでそれまでにしっかり土台を作ってやるっていうのをやりました今シーズンから先発調整をされていますがいつ先発転向っていうのはどなたから言われたんですか週期キャンプ中ですかね。ね、はい 一番最初に言われたのはそこで、豊田コーチに言われましたどう思われましたかまあ自分もまあこうポジションがしっかりとこう確立されてなかったので、新しい挑戦にはなるんですけど、すごいまあやってみたいという気持ちも少しはあったので、そこはまあ良かったのかなっていうのも、一つはありますでは最後に、今シーズンの意気込みをですねあの、カメラに向かってお願いいたします。 こ、はいえー、今年は先発として、しっかりとチームの戦力になって、まずは初勝利を、まずベルーナドームでできるように、しっかりと鍛えていますので、これからも優勝を目指して、応援よろしくお願いしますまず、えー、プロとして、えー、今、まあ、キャンプの時期だと思うんですけど、この時期っていうのは、どんなことを考えながら、毎日生活をしてるんですか。 そうですね一番はけがなくシーズンを迎えるということを一番に考えて準備しておりますちなみにあのストレートかなりこう急速としては速い球速こう出てますけども今マックスはどれぐらいですかキロです今シーズンはどこまで伸ばすみたいなのってあったりするんですか160ぐらい今ちょっと待ってください160のちょっと今上言いそうになってやめましたね もう一度聞きますあの、球速目指してるところは何キロですかでは、目指してるところは160キロで、<あ>はい、そうですか、ちなみに、そのスピードボールを投げたいのはなぜなんですか難しいですね、それはちょっと、なんで160投げたいかか、まあ速ければ速いけども、もちろん打たれないっていうのはそうですけども、まあそうですね、まあ、じゃあ、そう考えると、あんまり目指してないのかな。<laughs> <laughs> どうでしょう一軍でのこうデビューみたいになって自分の中で今シーズンどっかビジョンであったりしますかはいもちろんいつでも準備していますあじゃあもう開幕一軍を本当は目指したいぐらいの感じはあるってことですかそうですねいつでも一軍いけるような状態を作っているようにはしておりますあれですか理想のバッターの打ち取り方っていうのは三振になるんですかそうですね三振ですなぜ三振なんですか三振っていうのは、ね、一番楽ですよね 楽、はい、一番確率が高いと。わかりました。では最後に、ファンの方に、まあ今シーズンの決意じゃないですけど、あたのメッセージをお願いします。はい。いいですか。はい、あ、どうぞ。すみません。カラオケでも歌う。は <laughs> いす。<laughs> お願いします、はい。こんにちは。サイドのセブインイレブンの畑しのすです。えー、っと、もっともっと頑張ります。よろしくお願いします。いや、ちょっと待ってください。 マイクをわざわざ持ったのでもうちょっとメッセージをお願いします長めにせっかく持ったんですからもう一回う、ね、テイク2でいきますねはい。今のカットでですすか、ね、今カット。あそうですよ。テイク2でいきます,います意気込みはいスタートえーっと埼玉西武ライオンズのファンの皆様羽田慎之介です、えー、今シーズンは、えー、皆様を笑顔にできるよう、えー、皆様を引っ張っていけるよう最高の年にしていきますので応援よろしくお願いします えっと、まず昨シーズン終わって、オフはどのように過ごされてましたか。普通に過ごしてました。普通に過ごしてましたか <laughs>。自主トレはどこでやってたんですか。はい、自主トレ沖縄でやってました。どなたと。吉田正隆さんです。レッドソックスの。そうです。<え>はい、どうでしたか。でもすごかったですね。見て、学んで、教えてくださり。<laughs> まあ、バッティングなんですけど。はい。 ボールの見方だったり、体の使い方、その細かい使い方とかは教わって、それ実践しています。野球以外で年末年始、どこか行かれましたか初詣で行きました。初詣で。おみくじとか引きました引きました。どうでした大凶でしたね。なるほど、大凶だったんですね。はいしっかりくくって行きましたね。でもここからもう上がるのみですね。はい、上がるのみです。楽しみですね。ありがとうございます。そこから2月に入ってキャンプ に突入しましたけれども、今年も栄半キャンプでした。キャンプいかがでしたか。まあ結構状態もよか良くて、まあ怪我なく終われたので良かったかなと思います体調管理がテーマだっていうふうにおっしゃってたじゃないですか。体調大丈夫でした。体調は大丈夫でした。崩さず。いつも南郷行くと風邪ひくんで、大丈夫でした。今年はもう元気に。元気にやってます。花粉症だけ。花粉症だけ。そこからの。 なんか野球面でのテーマとかって、特になかかったんですかまあ強い打球を打つために、強いスイングをするとか、まあ、守備でも球際の強さ、あと外野を挑戦して、外野の細かい動きとか、その基礎練習は結構意識しあってましたね昨年はあの開幕スタメンとして、試合に出たと思うんですけれども、はい、去年の今の時期と比べて、今の状態ってどうですか バッティングが今ちょっと良くなくて、それでまあ落とされたんですけど、今、結構上がってきてるので、去年よりはバットも触れてるし、経験というか、去年よりは打てる自信っていうか、ここからいよいよ開幕になりますが、今年の目標、意気込み、教えてください。ここから開幕まで1軍に割り込んで、まず開幕1軍。 をまず目標として、まあ一軍で活躍すること、チームに貢献することです。ありがとうございます。頑張ってください。じゃ最後にライオンズファンの皆様にメッセージお願いします。えー、今年も頑張りますので、熱い声援よろしくお願いします。